漫画、瑠璃ドラゴン、作者、馬藤雅響が、本日4日発売の、週刊少年ジャンプ14号、集英社より、連載が再開された。作者、新藤氏の体調不良で2022年8月より、休載しており、約1年7ヶ月ぶりの連載再開となった。今後の掲載スケジュールは、5話分となる第7話、14号、から第11話、18号まで、週刊少年ジャンプに、毎週掲載。その後4月22日より、第12話から、デジタル版、週刊少年ジャンプ及び、少年ジャンプへと移籍し、1号機で掲載していく。同作は、増刊、ジャンプギガに掲載され、ボイスコミックが YouTube で累計200万回再生された読み切りが連載化された作品。朝、目覚めると突然頭に角が生えてきた少女が主人公で竜と人の子供だと明かされる。その後、学校に登校して友人に驚かれたり、からかわれたりするなど、ドラゴン少女になった彼女の日常をゆるく描いたストーリー。